はい、皆さんご支援ありがとうございます。昨日3月17日にプロジェクトを公開して、もう18日の今日支援額に達しました。はい、公開して8時間弱でも336万円は到達して、今現在公開して22時間で475万5500円の総支援額になってます。で、パトロン数支援していただいた方が721人です。で、もう336万超えたんですけど、あのキャンファイヤーの規定上、その最初に30日間公開するって決めたなら30日間公開し続けて支援を受け付けるって形になります。で、336万を予定してたんですが、この超えた分はさらなるこう施設の充実に当てていきます。例えば、ダンベルもっと重いの入れようとか、まあ、空調をもうちょっといいやつにしようとか、内装をもうちょっときれいにしようとか、そういうふうに、施設をより良くする分に当てていくので、まあ、これからも支援は受け付けますし、支援の方よろしくお願いします。本当にこんなに早く集まると思ってなかったので、僕の計画というか、普通は336万円目標金額で募集が30日なら30日ぐらいでだいたい目標金額に達するっていうのが普通というか、そういうのを想定してたので、1日も経たずして集まるのはちょっと想定外だったので、僕もびっくりしてます。で、まあ、あと超えた分、さっきも言いましたけど、336万超えた分はその施設をより良くする分に当てますので、引き続き支援の方よろしくお願いします。で、支援していただいた方本当にありがとうございます。こんなに本当に集まると思ってませんでした。最初本当に集まるかどうか不安で、もう不安だったんですけど、本当に良かったです。安心しました。まあ、テナントを抑えてるので契約料とかかかるし、まあ、それは僕はお金払うだけで終わるからいいんですけど、やっぱこの契約して家主さんとかにまたこう集まんなかったから、やっぱりやめますっていうのちょっと申し訳ないなとかずっと考えてたんで、本当に達成できて良かったです。本当にありがとうございます。で、あとこれ本当に僕のミスで申し訳ないんですが、 T シャツのサイズをキャンファイヤーの方で選ぶやつが設置できなかったので、ビコラに書いてもらおうと思ってそれを書くのを忘れてたので、これから頼む人はあの T シャツのサイズっていうのはビコーランのリターンを購入するときにビコーランっていうのがあると思うんですけど、そちらに書いてください。で、書き忘れた方はですね、キャンプファイヤーのアカウントから僕のアカウントの方に希望のサイズをメッセージしていただければ、こちらでその希望のサイズを送ります。もしくは Gmail の方に、キャンプファイヤーのアカウント名と、希望のサイズを書いて送っていただければそちらでも受け付けます。まあ、でもキャンファイヤーのアカウントから、送ってもらうのが一番いいです。わかりやすいと思います。お願いします。すいません、僕のミスです。で、 T シャツのサイズ感について聞かれたんですけども、もう日本サイズです。日本サイズ、いつも着てる T シャツと同じような感じになるとなります。あの、こういうマイプロテインとか海外の、ウェアみたいに M サイズでも日本でいう L とか XL とかじゃなくて、日本サイズの S、M、L、XL なので、あのバンド T シャツとかあるじゃないですか、ああいうののサイズ感と一緒なので、まあ、そういうので参考にしてみてください。で、あと素材についてもよく聞かれたんですけど、綿とポリの混合になります。はい、なので、まあ、スポーティーな感じの、素材にはなりますので、よろしくお願いします。あと、冷暖房は入れるんですかっていう質問結構あったんですけど、春と秋は開けっぱなしにするので冷暖房入れないですけど、おそらく真夏と真冬はきついと思うので冷暖房を入れる予定です。あの、倉庫なんで広くてどこまで効くかわからないんで、その快適に本当にもう冷暖房がしっかり効いてないと嫌だっていう人はちょっときついかもしれないですけど、まあ、今結構お金も集まってるのでしっかりした冷暖房は入れる予定です。でも、どこまで効くかっていうのがちょっとまだ見当つかないので、はっきりとはこうめちゃくちゃ涼しい環境にできるかとかわかんないので、はっきりと答えることはできないんですけど、一応入れる予定です。なので、そう、めちゃくちゃ寒いとかめちゃくちゃ暑いはないと思います。そんな感じでよろしくお願いします。はい、本当に皆さんご支援ありがとうございます。本当にありがとうございます。それではまた引き続きよろしくお願いします。簡単ではありますが本当にありがとうございます。